ボーローポイント、あるいはボーローポイントは、第二次世界大戦中に、沖縄本島西海岸、東、シナ海に面した、読谷村に建設されたアメリカ軍の基地。第二次世界大戦の終結後、1946年には、飛行場としての機能はなくなり、アメリカ陸軍が管理する、ボーローポイント射撃場の名称で射撃場に、またセナハ通信施設の名称で、 米国中央情報局の外国放送情報局の通信施設として使われた。また核ミサイルのナイキハーキュリーズやメースビーの発射基地となっていた。1977年までにその大部分が返還され、現在は農地やリゾートホテル、アミューズメント施設などが立ち並ぶ風光明媚な観光地となっている。 防漏飛行場が建設された読谷村は日本軍の基地があったため1945年4月1日の沖縄戦においてアメリカ軍が最初の上陸地に選んだ場所の一つである。上陸したアメリカ軍は読谷村一帯をすぐさま占領下に置き防漏飛行場を建設した。7月には第8空軍が配備され、 B-29 スーパーフォートレス爆撃機による日本本土爆撃の出撃拠点となるよう計画が進められた。しかし8月に日本が降伏したため計画された日本本土爆撃の作戦拠点として使われることはなかった。8月20日から翌年1946年1月5日までの間、第5空軍令下の第7、第8戦術輸送飛行隊、 第2戦術輸送航空軍が C-47 スカイトレイン輸送機による輸送任務を行った。その後、輸送機部隊は横田基地に移動となり、暴露飛行場は終戦によって余剰となった軍用品の集積所として使われた。戦車やトラック、重機、その他様々な軍用品が保管されていたが、これらの集積物の多くは最終的には 朝鮮戦争の間に日本と韓国に送られた。沖縄戦でアメリカ軍が運用した飛行場1972年沖縄返還に際し、読谷にある以下の4カ所の米軍施設がボロポイント射撃場という名称でまとめられた。1996年12月の SACO 最終報告により、アンテナ施設等を鳥居ン通信施設に移設すること等を条件に、 大部分の返還が日米間で合意された。2006年9月30日、マイクロウェーブ等のある一部区域を除き全面返還。マイクロウェーブ等の区域は、セナハ通信施設と名称を変えた。近くには、ザンパ岬公園や高級リゾートホテル、アミューズメント施設やゴルフ場などが整備され、マンゴー栽培や農業も盛んである。1945年4月1日、 米軍の上陸と占領。1949年、外国放送情報局沖縄ステーションを設置。この通信施設は中央情報局の海外最大の登庁拠点であることが最近の調査で明らかになった。主に日本や中国、ベトナム、ソ連の放送を24時間体制で傍受していた。1957年6月、 ナイキハーキュリーズ基地、メイスビー基地を建設。1970年7月、カデナ第一サイトのメイスビー基地を撤去。1972年5月15日、ボローポイント射撃場、カデナ第一サイト、ボローポイント陸軍補助施設及び、ヨミタン第一陸軍補助施設が統合され、ボローポイント射撃場として提供開始。 1973年6月30日、メースビー基地の土地、約21万平方メートルを変換。1974年8月15日、ボローポイント射撃場南側部分の土地約1、84、2000平方メートルを変換。10月31日、ナイキハーアキリーズ基地の土地約16万1000平方メートルを変換。11月30日、 消火器射撃場を含む北側地区約71万千平方メートルを変換。第2水域及び第1水域の一部9120平方メートルを変換。1976年9月30日、東、品海側の土地約1 0 6 5千平方メートルを変換。1977年4月30日、 暫定法適用の土地約600平方メートルを変換。5月14日、暫定法適用の土地約1万2000平方メートルを変換。1977年10月6日、ボローポイント射撃場からセナハ通信施設に名称変更。1978年9月30日、管理権が陸軍から空軍に移管。 1983年3月31日、有給地約5000平方メートルを変換。1992年3月31日、住宅用地約800平方メートルを変換。5月14日、約620平方メートルを変換。1996年3月31日、墓地用地約100平方メートルを変換。7月2日、 通信ケーブル等として工作物を追加提供。1997年3月27日、境界表として工作物を追加提供。1999年9月2日、住宅用地約250平方メートルを変換。2000年10月31日、衣装等として工作物を提供。2001年3月31日、 住宅用地約40平方メートルを返還。2006年9月30日、全面返還。セナハ通信施設としての外洋国立アメリカ空軍博物館に展示されているメースビーは1971年まで実際に沖縄に配備されていたもの。上記の通り、ボルーオーポイントにはカデナ第一サイトがあり、核弾頭を搭載した巡航ミサイル。 メースビー発揮が配備されていた。カデナ基地を拠点とする第5空軍第498戦術ミサイル軍の管理下で以下の4箇所での配備が行われた。日本語と英語のパネルで説明され、展示されているナイキアホーク、ヨ谷タン村、また区域北側の残波岬には1959年から民 -14 ナイキハーキュリーズ地対空ミサイルが配備された。 ほぼ、米国内基地への配備と同時期であった。米国立公文書館の資料には、沖縄の内基プロジェクトは8カ所で展開されたことが、記されている。また、残波岬で、ハーキリーズ発射実験の際には、復帰前にもかかわらず、大勢の自衛隊員が招待されていた。以下、奈良の記録に記されているもの1949年に、ボールをポイントに、 フビスが運営するセナハ通信施設が開設され、米中央情報局の海外最大の登場拠点となっていた。アジア全域、特に日本や中国、ベトナム、ソ連のラジオやテレビの放送、新聞のファックス送信などを24時間体制で傍受し、1980年代には1ヶ月に最大135万語の資料と数百時間のテレビ録画を米本国の本部に 送信していた。フビスのあったセナハ通信施設は、機能を鳥イ通信施設に移行し、一部施設を除き、2006年に変換された。1972年の本土復帰を経て、1974年から1977年の間に83%の面積が変換された。この時に、区域東側の通信施設が残され、 セナハ通信施設へと名称が変更になったが、2006年にマイクロウェーブ等を残して全面変換となった。現在はサトウキビやカキやマンゴー等の農地のほか、リゾートホテルの開発が進んでいる。最初に誘致されたのはザンハロイヤルホテルで、次にホテル日光割ビラ青い海ラにはザンハの夕日などの作品を持つ琉球ガラス工房もある。 また、読谷タンに本社を持つご菓子御店、ジウザテラスなどもオープンした。紫村は、NHK 大河ドラマ、琉球の風のロケ地の譲渡を受け、地元の商工会が組織を作り運営してきた。読谷タンの海岸線と、農用地の中にリゾートホテルがあるという沖縄の、パストラルリゾートの形が形成された。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、 空軍歴史調査局の次のウェブサイト http://www.afhr.af.mil スラッシュ本文を含む。ありがとうございます。